令和2年9月27日、開通前の二重の峠トンネルを自転車で走る、阿蘇二重の峠トンネルライド2020が開かれ、秋晴れの中、多くの人たちがサイクリングを楽しみました。このイベントは、阿蘇サイクルツーリズム学校コギダス協議会が主催したもので、九州各地からおよそ550人が参加、午前11時半に、 阿蘇ペースライダープロジェクトのライダーが先導を務めスタートしましたおよそ40キロのコースには10月3日に開通する国道57号北側復旧ルートの二重の峠トンネルがあり開通後は自転車の通行はできないため熊本地震からの復興を一足先に体感できるこの日だけの特別なコースとなりました コースの途中にはイベントの様子をライブ配信するカメラも設置され、スタート地点を含めた5カ所からの映像では、参加者たちがそれぞれのペースでサイクリングを楽しんでいる様子が映し出されていました。また、スタートゴール地点の会場では、アソマルシェも同時開催され、アソを代表するグルメなどが勢ぞろいし、参加者たちをもてなしていました。